こいつは全くの無なんだ。やばいっしょこれ絶対。通信途絶。スペースバスケッティレーダーから消えました。探してたのはこいつだよ。あの発光体がダークサンダーエナジーの発生源だとアンバー本部に知らせて。アンバーネバダ支部を直撃。半径1キロが消滅。スパークドールズが引き寄せたのか。次に狙われるのはジオ日本支部です。間に合わない。今まで黙っててごめん。オルト X ね。あいつを貯めてみせる。大地が大地が X だったんです。隊長、これ聞いてください。X は大地は生きてます。あの中に大地が。何か助け出す方法。以前 X を救うため大地を電脳空間へ転送したことがあった。あの時のシステムを応用する。誰かを X の中へ転送すれば大地を連れ戻すことができるかもしれん。本当にそんなことか。理論上はな。大きな危険を伴うのは確かだ。私が行きます。ん？いえ、私に行かせてください。アスナ。私が必ず救い出します。無茶はしないように。いいわね。このアルファ X 波が限界値を超えたら命の危機だ。そうなる前に私が強制解除する。ずっとそばにいてあげるから安心して。大君のことを頼んだよ。ガッテンテン。準備はいいか。はい。転送を開始。ここが X の中。大地！どこにいるの大地！X、 おい、返事をしてくれ。母さん。これは。あの夜。私の研究では15年後の地球には生命の発する電波がなかった。全ての生き物が消滅しているとしか思えませんでした。しかしこれを手に入れて以来、かすかに未来の音を受信できたんです。エクスラッカー。お母さん助けに行ってくるから絶対にここを動くな。いいな。やはりこれは未来に影響しています。そして何してる。急ぐんだ。これを見て。今日になってこれが光り出したの。未来の音が今までで一番はっきり聞こえた。え、何が聞こえたんだ。多分大地の声。この光が希望。
母さん、父さん。隊長、グリーザが再生を始めました。ハイパーエナジーシールドを再起動。使用可能なエネルギーを全て使ってラボを守れ。了解。これはまずいぞ。サイバーゴモラを起動しろ。私が行く。隊長、自分にやらせてください。ありがとう。どこに行っちゃったんだ、X。ゴモラー、大地がピンチなんだ。力を貸してくれ。必ず大地を連れ帰る。我々が最後の砦だ。聞いて大地、大地は私が守ってあげなくちゃってずっと頑張ってきたんだけどね。守られてたのは私の方だったんだよね。ずっと X と一緒に戦ってたんだ。すごいよ大地。アスナ、
つと共に生きるって、大地の夢絶対に無理って思ってたの。けど大地はいつもまっすぐで、どんな時も諦めなかった。今は私も一緒に夢を追いかけたいって思ってるよ。どんな夢も未来がだけ叶わないんだよ。今立ち向かわないと未来なんて来ないんだよ大地。アスナの王が限界値を超える。ルイ、強制解除。はい。一緒にこんな戦い終わらせよう。一緒に無茶な夢追いかけようよ。だから帰ってきて大地。アスナ、吸収されている。もうダメだ。ビビってんじゃねえ！くらえ！バスケティーリジェクト！おめえらどこで何してた。すみません、エンジンがいかれて月の裏側を着陸します。あの光を守り抜くぞ。了解。胸のコアに攻撃を集中しろ。アスナ、このバカ、死んだかと思ったじゃん。ありがとうアスナ、君の思いが俺を呼び戻してくれた。思い、そうか、 X もずっとここにいる。俺の思いとともに。X と共に過ごしてきた記憶が、育んできた絆が、全て俺の中に刻まれてるんだ。アスナ、アスナ、X、帰ってきてくれ。もう一度繋がろう。もう一度俺とユナイトしてくれ。帰ってきてくれ大地、 X。 X、 大地、君たちの記憶が、思いの強さが私を蘇らせてくれた。ありがとう。よし、行くぞ X。 行こう大地。ユナイト。ウルトラマン X とユナイトします。 X ユナイテッド。エクシード X！
超振動は小村、俺の声聞こえるだろ。共に生きるんだ、この地球で思い出してくれ。答えているんだ、大地の声に。私に力を貸してくれるのか。みんな一緒にユナイズだ。やったな、大地。ああ。みんな、ありがとう。父さん、母さん。よく頑張ったね、大地。いい仲間を思ったな。アスナ、みんなありがとう。みんなのおかげで最後まで、ちょっとびっくりしたよ、X。
まさか大地のデバイスの中に。この野郎、なんで俺じゃなくて大地なんだよ。X が大地のデバイスの中に。どういうこと？全然状況が見えないですけど。X、次は私とユナイトしよう。ぜひとも。うおー、ちょっと、みんな俺の話聞いてよ。大地、お前はまた勝手な行動を取り、チームに多大な迷惑をかけた。 X と出会ってから今までのこと全て報告書にして提出しなさい。全て？もう私が手伝ってあげるから。ジオの皆さん、こんな大地ですが、これからもお手柔らかに頼みます。よし、総員、基地の損害状況の把握と後片付けだ。ちょ、休みましょうよ隊長。文句言わない。一刻も早く基地機能を回復しないとね。よし、行くぞ。了解。了解。X、最高のユナイトだったね。ああ、大地、空を見てみろ。もし今地球の未来がなくなろうとしても、誰かを助ける強さを持っていられるか。でも一人では動けない時あるよ。だから僕と自分信じて掴もう。X と共に駆け抜けた戦い、仲間と力を合わせなければ勝つことはできなかった。もう一度見てほしい。未来に続く可能性が奇跡を生む瞬間を、そして俺たちの新たな戦いも紹介するよ。次回、ウルトラマン X 総集編、絆で一つになる世界。